サステナビリティ SDGs にこう紐づいていくような取り組みっていうのを近年特に重視をしていて、共鳴できるお相手 だなっていうのは本当にありがたいなと思っています。トリポーラスはお米のもみ殻から作られています。余剰バイオマスと呼ばれておりますけれども、普通でしたら廃棄されるようなことが多いこのもみ殻から作った新しい多孔質のカーボン素材になります。私どもの会社、やっぱそのファッションアパレル、ファッションの分野っていうところが一番こう得意ゾーンといいますか、一番ビジネスボリュームは大きいんですけれども、そこからさらにやっぱりその、繊維というのはいろいろその応用範囲が広く、メディカルの分野とか、いわゆるそのスポーツの分野であるとか、あるいはそのインテリア、ライフスタイル、いろんなところにこう広がっていける可能性がある、非常に機能性、消臭であるとか機能性があるもの、これをこうソニーさんという非常にテクノロジーイメージの強い会社さんがこう出されたっていうのは相当やっぱインパクトがあったんですね。これはもう競争なくしてありえない話だというふうに思います。弊社としても繊維とかアパレル業界って全く未知の世界で、正直申し上げてこのトリポーラスのプロジェクトを始めた時に、そういう消臭効果あります、繊維に練り込めばそういった機能があるって言っても、じゃあそもそもこういう洋服ってどういう工程で作られているのか全くわからないで、そこはこのやはり競争ならでは成し遂げられたことかなと思ってます。こういうその映画のプロモーションにそのトリポーラス その服を使ったものを提案していくと、そういう分野へ その、こうリーチってやっぱりこれ私たちだけでは考えられなかったことがこういった形で実現していってるというのは、もう本当に直接的に広がった世界だなというふうに思っています。トリポーラス自体、今まで捨てられてたもみ殻を違った形で有効に使えるものに変えていき、弊社としてもそのファッション業界においてそのサステナビリティ SDGs にこう紐づいていくような取り組みっていうのはすごくもう近年特に重視をしていて、ビジネスっていうのは単独ではできなくて、関わってる会社さんとか人たちがいろいろたくさんおられて、それぞれの、その営みを持続してさせていくっていうこともすごく大事なところなので、農家の人たち、そしてそれをこう加工して、再活用していく人たちで、そこからさらに商品としてそれを使っていく人たちの持続性、循環性というところがやっぱりすごく意味深いものだなというふうなことを、その弊社の観点としても感じたことですね。トリポーラスがあったからっていうよりは、もともとそういうことを取り組んでいらっしゃる会社さんとこうして組めたっていうことは本当にありがたいなと思っています。スタイレムで大事にしていることの一つっていうのが、やっぱりリスクテイクなんですよね。リスクを取るということで、やっぱりとにかくその動くということ、一歩踏み出すということ、これをすごく大事にしているところがあって、実際にこう世の中にその、形にして出して初めて意味があるというところだと思うので、そこに対するその、行動力っていうのはこうずっと培われてきたものであると言ってもいいかもしれないなと思います。競争が起きる前ってすごくその対話が大切で、お互いの相手の景色を見ることってすごく大事だと思うんですね。例えばソニーの中だけに閉じこもってしまうと、どんな社会課題があるか、どんな現場の課題があるかっていうのはなかなか見えない部分ってたくさんあると思うんです。そうやっぱりその競争していく上でやっぱり大事なことって、やっぱりもう本当に本音でぶつかり合うというか、密なコミュニケーションの量として相当深く広いと思うんですよ。一緒に活動させていただくことで、相手から見える景色が私からも見えてくる、ソニーからも見えてくるっていうことで課題に気づく、そこに本当にクリエイティビティが生じるし、で感動が生まれる。本当に競争ってありがたいものだなっていうか、やっていてすごくワクワクしますし、
はい、そういうものだなって思います。